の役割を与えるものはない。もう世代を見るに従って、我が国の話がさらに縮小されて、演劇の台本にもなってきました。また、王職人の話を使って、政略結婚によって安易な国を求めた限定の政策を、ワイドがこちらこちらで行われていたか、傲慢心に気がつめたり、と、時代の風潮を踏まえた作品もあるんですよ。それぞれの作り手が、王職人の話を、自分はどうかしら、という、自己表現の手段として、なっているんですが、그게 공유원이 되고